キャンプ中にヨモさんに呼ばれて、ちょっとキャプテン任せようと思ってるって言われて、あ、自分で良ければぜひやらせてくださいっていうので決まりました。それは突然呼び止められて言われたようなイメージですか？練習終わった後ですね、練習終わってキャンプ地のホテルに戻るバスに乗る前にちょっと呼ばれて言われたっていう感じ。正直それを言われた時の感想は？いや、まあ一番びっくりしましたね。まあその自分のキャプテンをやるっていうつもりで来てたわけではないですし、まあキャリアの中でもやったことはなかったのでびっくりしました。キャプテンって思ってやってないので、自分が別にリーダーシップを持って声で鼓舞して叱咤激励してみたいなキャプテンじゃないっていうか、なんか結構理由がいろいろあって、やっぱアマチュア時代ってそのまだ大人じゃないので、周りがみんな厳しいことも周りで言い合ったりとか、やっぱ引き上げないといけないとかっていう、なんていうの、キャプテンなんかあるじゃないですか、キャプテン像みたいな。プロの世界はそのみんな自立ある程度してますし、やっぱ自分が背中で見せる、なんか口で言うよりも、まあ自分がプレーで示したりとか、まああとはその周りとのコミュニケーションの取り方っていうか、その人それぞれその特徴が違ったりとか、まあこう言われたらちょっと傷つくではないですけど、ちょっと嫌だなとかって思う選手にはやっぱ言い方を考えたりとか、まあそういったその選手に対しての配慮をすることが、まあ自分は大事なのかなって思っていて、まあ、意識をしていることがあるとすれば、選手それぞれに合ったアプローチの仕方でコミュニケーションを取って、そのお互いのわだかまりっていうか、感じていることをお互い話し合うみたいなところだけ、まあ、意識して、まあ、あとはその試合前になったらもういろんな選手がもうチームのために鼓舞してとかってやってるので、そこはもう誰がキャプテンとか関係なしに、みんなチームみんながキャプテンなんだっていう、まあ、逆になんか自分がその強烈なリーダーシップを発揮しないっていうところも含めて、周りがやっぱ自分もやらなきゃなっていうふうに思ってくれてやってくれてると思うので、あんまりなんか自分がキャプテンだっていう感じは正直ないです。これまで川崎でやっていた頃と、まあ、今キャプテンとしてやられていたところ、心境面の変化というのはそれほどあまりなかったという？いや、もちろんそれはキャプテンになったらやっぱり責任感とか増しましたし、うん、とは言ってもちょっとキャプテンという立場なので、キャプテンじゃない選手とは少し違う感情を常に持っているかもしれないですけど、まあ、いい意味でもそこまで大きくそのキャプテンだからって気負いすぎていることはないっていうのが今の感じですか。僕自身そのキャリアの中でもいい時期もあれば苦しい時期もあるっていうのを経験しているので、正直苦労、その選手に対してアプローチするのは苦労はないっていうか、自分自身もその通ってきた道ですし、例えば出れてる選手は大丈夫だけど、出れてない選手は気持ちが同じような温度で向かないっていうのは正直しょうがないところではあるので、出れてない選手とか、まあ少しでもちょっとなんか悶々としてるような選手を自分の中でちょっと見て感じたら、まあそこは気持ちはわかるよっていうふうに、ただ自分もこうやって経験したけど、やっぱその取り組み方とかっていうのを多分みんな見てると思うし、まあ監督だけじゃなくてチームメイト、いろんな人がそういう姿を見てると思うっていう、まあ、自分の経験談をもとに、その選手の置かれてる状況を見て、自分に置き換えながら、自分だったらどう言われたら、そういう時響くだろうかとかっていうのはまあ考えながらやるっていうのは全然、苦労でも何でもなくて、もう本当コミュニケーション、ただこうやって話してるみたいなもんなんで、全然そこに関しては苦労はないです。まあ、正直何も感じないっていうか、まあ、俊さんもすごい姿勢で見せてくれてますし、まあ、翔さんとかもロッカー近かったり、ポジションも近かったりよく話すけど、いろんな話をしてる中で、翔さん自身もその強いチームでやってきたところがあるので、そういった中でそのチームでこういうの大事だよねみたいな話とかもアドバイスくれたりとかもしますし、まあ、かといってキャプテンだからって言って気負いすぎんだよみたいな感じのことも言ってくれましたし、まあそれはカズマさんも一緒で、カズマさんも姿勢で試合に出れてない時期でも本当に一生懸命練習やって若手のいい見本になっていると思いますし、まあロクさんとかも含めて、ヒデトさんとかも含めて、そういった選手は別に誰がキャプテンだろうが自分たちがやるべきことはやってくれているので、なんかそこに関してその人たちを率いてるっていう感覚が本当にないので、その人たちはやっぱりその人たちがちゃんと今与えられている役割をちゃんとやってくれてますし、自分もそのキャプテンっていう与えられた役割での中で、まあ若手のケアとか、まあ自分自身がプレーで見せることとか、まあいろんな選手とコミュニケーションを取るっていうところでは、まあ自分が率先してやろうかなっていうぐらいで、それ以外に率いるとかっていう感覚はないので、全く何も思わない。年上の選手たちがやっぱ素晴らしいので、そういった選手たち
にしかできないことがたくさんこのチームにはあると思うので、まあ、そういった中で自分も初めてのことなので協力してもらいながらやっているような感じですね。だから助けられてる感じの方が大きいと思います。やっぱみんな自分より若い人がキャプテンになってる中でもしっかりやってくれているので、上にの人に感謝しかない。